ドアの向こうから現れたその人の勢いと迫力に圧倒され、とっさに息が止まった私の隣で、全く動じていない揺らぎくんがため息をついた。タイがうるさい。毒舌。悪い。顔も怖い。こわもてだけど礼儀正しい、そんなキャラクターだよね。それはうるせえ。おっと、失礼しました。おはようございます。オーナー代理の八代さんでよろしいでしょうか。はい、はじめまして。今日もヒロインに八代パパイヤと名付けて、父が嫌と書いてパパイヤと名付けてプレイをしていきます。死ぬほど驚いてしまった。声出なくてよかった。はじめまして、月本です。本日は急にお呼び立てして申し訳ありません。どうぞお上がりください。さあ、管理部編突入です。月本大河、管理部の部長さんです。前情報から勝手にこう木瀬さん的な雰囲気の人を想像してしまってたけど、まさに礼儀正しくてしっかりされている方で、なるほど、キャラかぶりしないようになってます。ちゃんとこれが管理部の部長さんか。管理部のママ、タイガママです。ステンドグラスのあしらわれたクラシカルな両開き扉を開けた先は開放的なリビングで、日当たり良好、明るいお部屋。まず目に入ったのは居心地の良さそうなソファースペースで寝そべる人の姿だった。お邪魔します。ああ、どうも。ゆらぎも一緒だったんだ、先週ぶり。ゆらぎくんと気が合いそう。てめえ、初めていらしたお客様の前でなんだそのクソだらしねえ格好は。今すぐ起きろっつったろ。二面性出ちゃってますよ。月本さん、こういう言葉遣いもされる。なるほど、迫力がすごい。ほんとこの管理部の母ちゃんって感じだよね。仕方ないじゃん、こいつ全然動かないんだもん。この迫力に対してその感じでいいの？いや、この感じだから月本さんがああなっちゃったんじゃないの？って、あれは悪びれない彼のお腹の上にはふわふわの塊、一匹の猫が丸くなってくつろいでいる。おこげかな？おこげ、タイガが時計って。おこげのせいにすんな。やっぱり噂のおこげさんだ。かわいい。動く気分じゃないって。いや、だからおこげのせいにすんな。おこげに代弁させんな。じゃあゆらぎ、はい、パース。ゆらぎくんはおこげに会いに来たんだもんね。おこげ、会いたかった。お、好きな人って本当に吸うんだな、猫。重かった。のんきに伸びする前にやることがあんだろう。早く立て、挨拶しろ、名乗れ。今やるとこだったんだけど、はあ、下がるわ。3連続命令ね。もともと上がってねえだろ。市川春日、26歳。嫌いなものは直射日光とだるい小言。その嫌味を早速よろしく。26歳だとヒロインと同い年っていう設定になるね。しばかれたくなかったらせめてよろしくお願いしますくらい言え。敬語じゃなくてもいいってチャッタスに書いてたじゃん。業務連絡だとしても最初の挨拶ってのはきっちり。とそこへもう一人落ち着いた雰囲気の男性がリビングへとやってきた。せいさん、悪い、うるさかったか。いいえ、まったく。終わったので出てきただけです。ゆらぎくん、いらっしゃい。それからそちらが八代さんですね。どうもこんにちは。笑顔張り付いてるんですか、せいさん。はじめまして。聞いて驚け、父が嫌と書いてパパ嫌と読みます。月本さんに市川さん、あと一人は沖谷さんでしょうか。おや、光栄ですね。はい、管理部の沖谷生です。
せいで結構ですよ。さあこの張り付いた笑顔が剥がれるとき何が起こるのか。お出迎えできずすみませんでした。ちょうど仕事の電話を取ったところだったもので。いえこちらこそ申し訳ありません。お忙しいところにお邪魔して。とんでもない、お待ちしておりましたよ。まあむしろ管理部側の用事でやってきてるわけだからね。土曜日に休日出勤です。私たちのハウスへようこそ。どうぞご自身の家だと思ってくつろいでください。まあ実際こっちがオーナー代理なわけだから、まあ実質私の家って言ってもいいですよね。あ、これ美味しいです。すごく。シフォンケーキだっけ。お口に合ってよかった。タイガママ料理上手。お日様よりも早起きだもんね。30代以上にしか伝わらないかも。挨拶を済ませた後、眠いから寝るんとゆらぎくんは勝手知ったる様子でおこげさんと2階へ上がって行き、テーブルの上には月本さんが手際よく用意してくれたコーヒー4つとシフォンケーキのお皿が3つ並んだ。お、数が違う。ある日やっぱり少しだけでも切り分けてもらっては。今日のケーキは特に絶品ですよ。ケーキお嫌い。俺の分も食ってどうぞ。残ったらゆらぎが食うだろうし。確かにゆらぎくんの分がない。まあでもゆらぎくん甘いもの好きだからね。市川さん、甘いものはそんなにって感じなのかな。本当に美味しいけどな、これ。残念ですね、こんなにも素晴らしい出来なのに。わあ、ここまで言ってくれて作り手としては嬉しいよね、タイガーママ。シンプルな材料と丁寧な仕事が生んだ洗練された上品な甘みをコロンビアコーヒーの包容力が一層引き立てる。食リポうま。これ以上どころかこれ以外などありえないと思わせるペアリング。いや、このコーヒーに合わせたお菓子っていうところもポイントだよね。俺もコーヒー好きだからすごい気持ちがわかる。一役に添えられたローストナッツの塩味と雲のように軽いホイップクリームがまた絶妙で。ああ、確かにコロンビアと合いそうな感じはする。奥ゆかしく素朴なシフォンケーキに幾通りもの表情を与えています。実にお見事。いや、コメントがお見事。お見事はこっちのセリフだよ。一生喋るじゃん。いや、この市川さんというのが配信者のキャラクターらしいんだよね。むしろこの食リポ YouTuber やったらって思いそうだね。失礼、つい饒舌になってしまいました。いや、でもコロンビアのコーヒーもまろやかな感じだから全体的にまろやかな仕上がりになりそうだよね。本当に大したもんじゃないけど、せいさんがそうやってうまく褒めるからよく作れた気になるよ。ありがとな。いや、作りがいがあるね。お、八代さん、どうかしました？あ、いえ、アポリアの業務と別にもう一つお仕事をされているという話を思い出して。副業 OK なんだねっていうね。まあアポリアはカフェ兼代行屋っていう感じだけど、料理に関するものなのかなと勝手に想像を。料理系 YouTuber ですか？いいえ、そんな恐れ多い。ただ美味しいものに目がないだけです。じゃあこの家がスタジオっていうわけでもないのかな。仕事は翻訳を少々。あ、そういう感じなんだ。翻訳、なるほど。語彙力はそこから。もう言語は何なのか分かんないけどね。祖母の影響で子供の頃から本の虫でしてね。典型的な趣味が高じてというやつです。兼業といってもアポリアのスタッフとしての私の仕事はこの家の管理と2人の手伝いくらいのものなので。謙虚。ウェブやデザイン周りの業務を一手に引き受けているハルヒや、何かと煩雑な経理の業務をさばいているタイガに比べれば全然。いや、この管理部のお仕事は内勤ですよっていう話だったけど、こういう感じなんだね。楽をさせてもらっています。それはさすがに謙遜が過ぎるだろう。セイさんのフォローがなきゃどっちの仕事も回ってない。うん、このやり取りだけでもそんな感じするね。それは光栄です。俺一旦部屋帰っていい？マイペース。え？いいわけねえだろ。なんだお前は。全然本題に入る気配ないから座ってんのだるくなってきた。まあそれは確かにだけど、市川さん言いたいことはきちんと主張できるタイプだ。
まあそうじゃなきゃ配信者やってらんないか。そうですね。急ぎでとお呼びしておいて、話し運びが悠長すぎたかもしれません。そろそろ切り出しては。では召し上がりながらお聞きいただいて結構ですので、今回の店内代行依頼についての話を始めても。この店内代行というのがオーナー代理、このヒロインに任されてる業務になるんだけど、代行屋の中の代行業務をしてねみたいな感じね。はい、お願いします。遠慮なくあくびをこぼす市川さんと、それを横目に眉間にシワを寄せため息をつく月本さん。そしてそんな二人を微笑ましそうに見守りながら優雅にコーヒーを口に運ぶ聖さん。バランス取れてるね。この場にいる誰よりも自分の緊張が高まるのを感じながら、私は月本さんの次の言葉を待った。聖さんが言った通り、基本的に管理部の仕事は俺と春日それぞれの担当業務を聖さんがフォローする形で完結していて、他の部にヘルプを頼むことは滅多にないんですが、今週から来週にかけて四半期決算、経理の少し大きな作業の期日と生産の仕事の納期が被ってしまって、どうしてもその手が回らない部分が出てきてしまいそうで、どうしたものかと考えていたところに、八代さんが各部のフォロー業務を担当されると聞いて、ダメ元で一度相談してみるのはどうかという話になった。まあこういう話珍しいですよと木瀬さんからは説明がありました。どうしたんだろう、なんだかだんだん歯切れが悪くなってるような。具体的に何をお願いしたいのっていう本題になかなかいかないね。代行業務は生産に代わって月本さんの決算作業のお手伝いですか。ああいえ、それに関しては俺が責任を持って終わらせるので、お力を借りたいのは経理業務ではなく、そのですね、春日の。春日くんの何ですか。本当に言いにくいんですが。ん、市川さんのお手伝いでしょうか。春日の手伝いというか、抹殺とかじゃないよね。そこまで仲悪くないよね。申し訳ありません、この話やはりなかったことに。そういうわけにはいかないでしょう。え？なかったことに？何の時間これってなっちゃうよ。まあ落ち着いて。聖さんやめだ。やっぱりこんなこと頼むなんて失礼にも程がある。ここまで来ていただいてやっぱりなしという方が失礼なのでは。ストーリー進まなくなっちゃうね。それにお願いせずにこの一週間をどう乗り切るんです。人手は足りないと。話が見えない。どういう状況？向こうは分かってるんだもんね。いや、あなたが関わってることですよっていうところだけど。お前ほんと人ごとみたいな顔しやがって。大体な春日、そもそもお前がちゃんとしてればこんなどうしようもないことでオーナー代理に来ていただく必要なんか。お説教タイム。もうそれ100万回聞いたって。だから俺は無理に頼まなくてもいいって言ってるし。頼まずに放置した結果が目に見えてっから言ってんだろうが。あ、どうか穏便に。あの、口を挟んで申し訳ないのですが。あ、はい。もしためられている理由がこんなことを頼むのは申し訳ないというお気遣いだけなら大丈夫なのでおっしゃってください。お気持ちはとてもありがたいです。ただめっちゃためらうね。本当に遠慮なくどうぞ。なんだとしても何かお手伝いできることがあるならそれこそ私はとてもありがたくって。八代さん、私にできることがあるならなんですが。ありがとうございます。そう言っていただけるととてもお願いしやすいです。まあまず内容を聞きたいけどね。実は今回お手伝いいただきたいのはタイガのタスクでして、
責任感の強い彼としては言い出しづらいのだと思います。一人で仕事抱えちゃうタイプ？月本さんのタスク、経理業務じゃない、他の？タイガ、変わりましょうか？いや、俺ができないことを助けていただくなら俺が話すのが道理だ。責任感。そうですか、では見守ります。月本さんは整えるように何度か静かな呼吸をして落ち着きを取り戻し、心底困ったように泳がせていた目を再びまっすぐ私に向けた。お見苦しいところをお見せして失礼しました。今回お願いしたいのは、普段は不本意ながら俺が担当している。いや、だから早く結論を言え。市川の生活と健康の管理になります。面倒を見ろと。生活と健康の管理？本当に申し訳ないんですが、一番わかりやすく言うと、市川の身の回りの世話です。最初からそう言え。手伝いに入ってくれるタイミングは早ければ早いだけありがたいという希望に沿う形で、相談の結果私は準備を整えてからの前乗りをし、翌日の朝からこの仕事を始めさせてもらうことになった。日曜の朝から。あ、おはようございます。あ、おはようございます。泊まり込みってことかな。簡単に身支度を整えて1階へ降りると、お味噌汁か何か煮たのか美味しい匂いがふわりと香った。ソファーでは月本さんが資料片手にノートパソコンのキーを叩いていて、テーブルの上は朝食用にきちんとセッティングされている。こういうのをやってるから仕事回らなくなっちゃうんじゃないの？ウーバーイーツでよくない？朝食の支度手伝った方がいいかと思って一応早めに降りてきたつもりだったんだけど、遅かったか。朝お早いんですね。一時期やっていた仕事の関係で朝方の生活に体が慣れてしまって。何の仕事かは後々明らかになるのかな。それより部屋は大丈夫でしたか？春日がうるさかったりとか、暑いとか寒いとか。ホテルマン並みの配慮。まあ確かにこの市川春日というのが配信者っていうことを思うと、深夜までの配信とかでうるさいんじゃないのかっていうことか。あ、全くそのようなことは。とても快適に休ませてもらいました。よかった。来週末までのおよそ1週間、業務の内容的に朝は早く夜もそれなりに遅い。バスで一本とはいえ、寮から毎日このハウスへ通うのは手間だし、連日夜道を歩くことになる。倉庫として使っているので手狭だが、鍵付きの部屋があり布団はすぐ用意できるので、八代さんが良ければそこに、とそう提案してくれたのは生さんだった。早速サポートしてくれてる。もちろん一度は遠慮したけれど、ならば責任を持って送迎をという話が出てきてしまい、これはタイガママが言ったんでしょう。最終的に私はお世話になることにしたのだ。本音を言えば、人様の家に1週間もお邪魔するってだいぶとんでもないんだけど、まあでもオーナー代理様ですから、まあ実質私の家ですから。手伝いに来て仕事を増やしていたら何のために来たのかわからないもんな。朝食温めるだけなのでいつでもお出しできるんですが、準備して大丈夫ですか？いや、こうやってスッと仕事しちゃうからどんどん仕事溜めちゃうんでしょう。ありがとうございます、手伝います。いえ、すぐ済みますから、どうぞ座っていてください。優しいんだけどね。 あれ、お箸置き3つしか出てない？どうかされました？これお箸置きって。ああ、生さんは締め切り前基本朝食を取らないんですよ。準備ができたら春日だけ叩き起こしてくるので、どうぞ先に食べていてください。いや、これ起こすのも業務なのでは？あ、いえ、私行きますよ。え、いやいや、そんな。あ、でも業務一覧に載っていたかと。俺ができるときは俺が。あ、でもいや、逆に俺がこもってる朝にいきなりお任せするよりは今日一度引き継ぎね。そうですね、初回は何かあったら指示を仰げる方が。ですよね。昨日お伝えした通り、
起きたがらなくてお手数をおかけするかもしれないんですが。まあでも深夜遅くまで配信してるんでしょ。すみません、お願いします。でその配信の終わり具合ってね、盛り上がり具合とか、あとゲームの区切りとかね、そういう内容にもよるだろうから。はい、まあだから十分な睡眠時間が取れていない可能性はあるよね。朝早いんですねっていう話だったし。行ってきます。私が任された仕事は大きく分けて2つ。一つ目は業務の補佐、簡単なパソコン作業からお使いまでアシスタントのような役割をこなすこと。二つ目は健康維持のためのフォローおよび体調不良時の対応。月本さん曰く市川さんは寝ない、食わない、動かない長年の不摂生が築いた筋金入りの虚弱体質で、まあこの虚弱体質っていうか体質じゃないでしょ。そりゃ寝ない、食わない、動かないだったら体も弱くなるでしょう。とにかく調子を崩しやすいらしい。チャッタスで送ってもらった箇条書きのまとめメモにはそれぞれに該当する具体例が分かりやすく挙げられていて、朝が弱い彼を決まった時間に起こすことも2つ目の具体例として記載があった。それにしても2つ目の方の具体例、こまめに飲み物を与える、水分を取らない悪習慣あり、一緒に食事をとる、一人だと嫌いなものを残すのでなるほど、明太せんべいの食べ過ぎを止める、もともと食が細くこれを食事の代わりにしようとするため。昨日も思ったけど子育てメモみたいだな。子育て始まるね。生活能力というか生存能力がとにかく低いのに本人に全く危機感がなくて危なっかしくって放っておけないんです。いやでもこれある程度放置しないからっていうことなんじゃないの？わかんないけどね。そう言って月本さんはため息をつき、市川さんは涼しい顔をし、生さんは笑っていたけれど、まあある程度自由にやらしてあげるっていうね、本人がやっぱり壁にぶつからないとわからないことっていうのもあると思うし。それでも自己管理ができないって切り捨てられるどころか手厚くフォローされてるんだから優秀な人なんだろうな。まあ代わりが効かない存在なんだろうね。担当業務、ウェブとかデザイン周りって言ってたっけ。社員というより専属クリエイターみたいな感じなのかな。市川さんの部屋、わ、ここか。うん、よし。深呼吸を1度、2度、悪あがきの3度目まで済ませたところで覚悟を決めて手のひらを握る。異性の部屋だからね。そうしてゆっくりと私は扉をノックした。お、3回ノックして。おはようございます。ビジネスマナーは徹底してるよ。まあでも市川春日そういうの気にしなそうだけどね。市川さん、まだお休みですか？こんなんで起きるんだったら苦労しないでしょう。反応ない。昨夜他の部屋の物音とかほぼ聞こえなかったし、壁の分厚いお家だと思うけど、生さんの部屋ここの真下だよね。いや配信してるから、まあ防音設備とかもしっかりしてるっていうことなんじゃないの？ノック音とかって意外と響いたりするかな。寝てるにしろ仕事中にしろうるさくするのはまずい。ドアって開けても大丈夫ですか？やはり返事はなく、迷いながらドアノブに視線を向けると鍵穴が目に入る。あ、ここも鍵付き。そこにいんの代理さん？お、起きてる。あ、おはようございます。起きられそうですか？無理、しんどい。起きてるじゃねえの。しんどい、まだ眠いとかじゃなくってってことかな。体調悪いのかな。いや、城さんすみません、鍵かかってますよね。マスターキーとかあります？あ、月本さん、昨夜相談しそびれていたなと思って。春日、起きないですか？起きてはいるよね。今お返事はあったんですが体調が優れないみたいで。なあ、初日からすみません。大丈夫か？ああ、でも優しい声かけ。
熱、頭痛、腹痛、吐き気。どれだ？お医者様。どれでもない。寝てれば治る。まあ寝ることも重要だよね。ああ？え？いたわるような優しい声色から一転、ドスの効いた声を漏らした後、月本さんは舌打ちをした。お前、さては。軽病か？これは、もしや。ポケットから取り出されたキーケース、その中から一切無駄のない動きで一本が選び出されて、鍵穴に差し込まれる。やっぱり持ってるんだね。入るぞ。ん？かぁ。あ、おこげここで寝てるんだ。鍵かかった部屋でかわいそうじゃない？あ、でもキャットタワーとかもあるか。お、この部屋で寝てるんだ。おはよう、おこげさん。ためらいなく部屋の中へ入っていた月本さんが部屋のカーテンを開けた瞬間、ベッドの上の市川さんが苦しげにうめいて布団に潜った。しかし月本さんは容赦なくそれをガバリとめくる。豪快。これも引き継ぎですよ。明日からはこれをやるんですからね。やだって。やだじゃねえ、顔見せろ。熱ねえし、入ってきた時の寝相を見た限り腹痛でもねえな。診察。だから違うって言ったじゃん。お、そしてパズルへ。このリズムゲーム兼パズルを進めていくことで、ストーリーが解放される、そんな仕様になっています。ブレイクマイケース。そしてこの、パズル中に出てくるストーリーというのは、自動スクロールで進行していくことになるので、でまずは、まあ、このパズルの方はオートで自動進行で進めていければと思います。まあ、それでクリアできなかったら手動で進めていってもいいのかなという感じで進めていきましょう。昨日何時に寝た？朝方だからきついんだって。んなことだろうと思ったわ。八代さんに心配かけんなバカだね。起きろ。うっさ、朝から血圧高いって。血管切れるよ。タイガ、誰のせいだと思ってんだ。本当にすみません、紛らわしいやつで。いえ、体調が悪いわけではないなら何よりです。いや、気持ちわかるけどね、俺も夜型だから。応援してます。さあ、無事にクリアいたしました。紛らわしいですけど、変な嘘はつかないので、さっきみたいに具体的に聞けば。うん、さっきみたいにガバってやればいいんだね。起きたくなくてぐずってんのか、本当にどこか調子悪いのかは判断できると思います。曖昧な返事の時は基本こうやって容赦なくカーテン開けて布団剥いで大丈夫なので。そこまでしないと起きてもらえないってことだな、これは。わかりました。わかりましたって、そういうわけだから。春日、八代さんがいらっしゃる間は寝るとき鍵開けとけよ。はいはい。でも言うことは聞くんだね。お前は起きてすぐご飯ご飯なの。元気だな。わかった、あげるからちょっと離れて。踏むぞ。おい、すぐ熱出すやつがそんな薄着でうろうろすんな。ほら、せめてこれ着ろ。あとスリッパも。いや、このタイガママはハルヒくんの面倒見て、ハルヒくんはおこげのこと面倒見てっていう展開。本当に仲がいいんだな。いや、仲がいいというより、足元に擦りつくおこげを避けながらペタペタと歩いていく市川さんをパーカーを持って追いかけていく月本さん。その光景にやはり子育ての3文字が脳裏に浮かびつつ、私は黙って後に続いたのだった。タイガママに代わって子育てしていきましょう、そんな展開ね。というわけで、今回はちょっと短いかもしれないけど、区切りもいいのでこの辺でやめておこうかな。基本的には毎回30分程度の動画になるようにしていてね。
お食事中に見ていますとか、メイクとかお風呂の間に見ていますというコメントもいただいているし、あとはそれこそね、子育てをしながら見ていますなんてお声が一番多かったかな。だからそんなに派手さのないチャンネルになっていると思うんだけど、その結果睡眠導入として見ていて結局何度も見返していますというお声も多くなっていてね、個人的にはあまりバズらせに行っていない分、長時間見てもらえたり広告をスキップされないことが収益性を高めているし、案件受注にもつながっているという裏事情もあるんでね、ありがたい限りですが、個人的には収益以上の価値を感じながらこのチャンネルはやらせてもらっているので、司会や他のお仕事や家族の介護やらと並行しながらマイペースに続けていければと思ってます。今後も引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況者として、そして 2.5 次元アナウンサーとしてプレイをしていきます。高評価やコメントをしてもらえると嬉しいです。またの動画もお待ちしております。